救わねばならぬ。私たちが助けてもらった以上、その借りは返さねばなりません。すみません、私が戦えなかったばかりに。本当だよ、全くの役立たずだ。あのわけわかんないガキの助けがなければ俺たちだってどうなったか。あの者は一体何者なのだ。私たちで生命を救うしかないようだね。そうだな。この役目わしに任せてもらおう。どうする。どうする。大殿、どうせすみませんでした。どうせつ、この者風の里の近くで倒れておったわ。申し訳ありませぬ。どうせつ、正気に戻ったか。大官がお前を探しに来たのだが会わなかった。大手はおりませぬ。不覚でありました。申し訳ございませぬ。そのことはよい。体をいたわれ。住友殿、かたじけない。ウコ、生命はわしが取り戻す。住友殿、生命殿に助けていただいたのは私たちです。我らの借りなど。貸し借りなどどうでもよい。お主らは何度も冥界に敗れておる。なんだと、お前たちも傷ついておるじゃないか。たまにはわしに任せろということだ。安なり。はあ。わしに同行せ。かしこまりました。それと鶴姫。はい。お主もついてこい。私がですか。お前は御坊星軍の一員じゃ。それとこの間の戦での落ち度、ここで取り返せ。しかし、死の子の言うな。わしに従え。我も行く。お前は連れて行ける。なぜじゃ。足手まといじゃ。我は足手まといにはならぬ。術も使える。お前がおると生命が思うように戦えぬ。なぜじゃ。お前が生命にとって大事なものだからじゃ。大事なもの。ここは住友殿に任せましょう。冥界軍に知られぬように近づくのは至難の業。敵に動きを読まれぬためにも少ない人数の方が良いのです。小室さん、向こうで私と休もう。それでは良いな、ウコ。よかろう。お主に任せよう。いいなこと取られちゃう。高房殿の童子は見当たりません。相変わらず歌舞伎者だね、高房は。住友殿らが冥界に赴くとなると風の里は手薄ですな。私たちが守りましょう。敵が攻めてくるとすれば西と東の二方向ですな。我らは西を受け持ちましょう。ならば我らは東を検討。それでは留守は任せた。安なり、鶴姫、参るぞ。しんべヱ、どうした。何でもございませぬ。しんべヱ
生の気のせいです。きっと。爽快の浜じゃ。生命殿は爽快の浜で囚われているのですか。生命はおそらく冥界の本陣に囚われておるのであろう。それはどういう意味。その者は何を。鶴姫、この者と戦え。戦う？若様、この者が鶴姫でございます。鶴姫？ああ、この者か。どうして私のこと。目を鳴らせ。Thank you.
屋社丸。滝屋社の子じゃ。父上、お初の身にかかります。